大地。今日も勝ちました。どうも、カブトです。今日はですね、矢板市でいいのかな、山の駅高原キャンプ場にお邪魔しております。星が綺麗に見えるサイトとね、夜景が綺麗に見えるサイトに分かれてるんですけれども、今回は夜景が綺麗に見えるサイトをチョイスしました。見えるかな、こちらにね、矢板市の夜景が綺麗に見えるらしいですね。久々のねキャンプ場なんでね、楽しんでいきたいと思います。ここね、トンボがすごいんですよ。標高差があるんでね、もう秋が始まってんのかな。2本目はゴルスタの秋バージョンですね。秋の方熟でいいのかな。もうちょっとね、餃子楽しんじゃいますからね。うん、上出来上出来、餃子ラスト。
うまかったな。今日はね、久しぶりにサーカスを引っ張り出してきました。ギアはね、いつもと変わりないですね。いつもと違うところといえばね、珍しく今日はハンギングラック使ってます。キャンプ場なんでね、ちょっとだけおしゃれに行きましょう。今日の寝床はですね、グランドシートにタンスの弦の三つ折りマットレスですね。これで完璧だと思います。ただいまの時刻4時36分。気温が 24.4 度ですね。今ね、食器洗ってきました。キャンプ場はこれができるからいいですね。じゃじゃん。これね、来る途中にね、買ってきた戦利品です。隣町にあります磯食品のきゅうりキムチですね。キリキュウリキムチです。これをいただきます。こんな感じですね。本格的でしょ。このね、磯食品さんはね、このキムチで有名なんですよね。3本目もゴルスタです。うまいキムチってね、しょっぱくないんですよ。味は濃いんですけどね。これ白飯だな。これこういうほら、ニンニクの芽なんかも入ってるんですよね。うん、うまっ。あ、今日夜景綺麗に見えるかな。今日のメインイベントですからね、楽しみだな。このきゅうりキムチ止まんねえな。今日はね、これからね、お魚の缶詰買ってきたんですよ。この缶詰にね、ちょっとひと手間かけてね、何かちょっと作っていこうと思ってるんですけど、これほら珍しいでしょ。カツオの大和煮、サバ缶とかはね結構あるんですけどね、カツオは珍しいでしょ。こっちはね、マダイの煮付けです。キャンプに来て料理作るのも楽しみなんですよね。そしたら今日はね、まずね、この油揚げ、これをねちょっと切ってきます。カツオの大和煮の登場です。こうなってんだ。ほら、シーチキンみたいね。カツオってね、ネギと相性がいいんでね、ネギを入れてきます。そしたら
油揚げにね、このカツオの大和煮を詰めていきますね。うまくいくかな。爪楊枝で止めていきますね。こんな感じでね、カツオの大和煮の油揚げ包みが4つできました。油揚げ包みね、これちょっとね、焼く前にこれね、たまり漬けチーズ山の駅でね買ってきたんですけども、このたまり漬けって皆さんご存知ですかね。要するに漬物のタレなんですよね、本来ね。その漬物のタレでね、チーズを漬けたっていうわけですよね。これをね、ちょっと食してみたいと思います。こんな感じですね。チーズが完全にたまり漬けになってますね。いってみます。やばいわこれ。そしてですね、ちょっと嬉しい知らせがあります。なんと今日はカンソロです。来ましたよ、キャンプ場でカンソロ持ってますね。このたまり漬けチーズに合わせるのは、はい、出ました、セブンイレブンのレモンサワー。合わないはずがない。最高。今日俺多分ヒーローだわ。ヒーローでいいよね、本当に。この夜景の綺麗なね、キャンプ場でね、チーズを食べながらレモンサワーですよ。しかもカンソロ、もう完全なヒーローですよね。ヒーロー以外何者でもねえっす。でもここほら、思いっきり蚊にやられました。残念。このたまり漬けチーズね、焼いたとか、まあ、塩原鬼怒川方面に来た時にはね、物産店とか道の駅に置いてあると思うんでね、ちょっとね食べてみてください。これうまいです、おすすめですね。またこのレモンサワーに合うんだよね。あー幸せ、幸せすぎる。あれ？何かいるぞ。隠れてないでおいで。まだ心開いてくれませんね。ヤミちゃんのパパだよ、おいで。焚き火が怖いのかな。カツオの大和煮のね、油揚げ包み、早速焼いていきましょうね。料理って難しいですね。ほんの1分で焦げそうになりました。完成です。カツオの大和煮の
油揚げ包み。でですね、魚っつったらやっぱりこれでしょうね。鬼殺し。今日はね、鬼殺しのね、新しい飲み方をね、紹介したいと思います。まずグラスですグラスはね、いつも同じなんですけれども、まずは鬼殺しを入れますね。適量です。で、氷ですね。で、ここでね、ウィルキンソンの赤です。赤ね。お酒をね、このウィルキンソンで割るっていうのはね、結構斬新でしょ。混ぜて、そこにね、ほら見えます、プチトマト。プチトマトね、ヘタを切って入れます。どうすか、鬼殺しのサワーです。名付けて赤鬼それではカツオの大和に行ってみましょうか。シェラカップ、シェラカップ、よし。あの爪楊枝を取って、いただきます。あー、予想通りの味だわ。うん、それでは赤穂に行ってみますね。あー、しみる。サワーでもしみる。今年も夏の背中が見えてきた。いつも夢中で追いかけるけど追いついたことはない。日暮らしが鳴く頃いつも思う、来年の夏はもっと歯を食いしばって遊ばねえとなって、毎年何かやり残してるような気がする。その何かがわからねえ。大人って宿題がねえからいいなって思ってた。あの頃のようにもっと遊ばねえとな。しみるな、しみる。ソリキャンプ最高。これね、いっぱい飲んだらね、これプチトマト1個食べればね、ヘルシーですよねうん、うまい。
矢板の夜景に乾杯。あー、うまい。これね、用事とんの忘れないでくださいね。これね、用事ね、大変なことになりますからね。これはうまいわ。うん、マジでお酒のつまみにもいいし、飯もいいます。これおかずになりますよ。味が濃いんでね。焼いたの夜景綺麗だな。うん、今日はね、お月様のおまけ付きですね。次はね、このマダイの煮付けとね、しめじのバターソテーを作ります。まずはね、みんな大好きバター。バターどのぐらいいこうかな。たっぷりをたっぷりをね、たっぷりいきましょう。 OK。 あ、そうだそうだ、さっき使ったね、油揚げの余りがあるんでね、これちょっと入れたら美味しいんじゃねえすか。これバターの量多くねえか。大丈夫か、大丈夫か。おお、危ない危ない危ない、傾いてんだよここな。大丈夫か。よし、油揚げね、ドーンとドーンと大胆にいきましょうね。そしたらね、マダイ投入します。完成しました。タイとしめじのバターソテーですね。トッピングに鷹の爪です。これ絶対鬼殺し合うと思うんだよね。よし、こんな感じでね。あ、やっぱりバターっていいな。うん、うちで鯛なんか食べねえもんな。まあ缶詰だけどね。うん、今日はカンソロなんですけども、やっぱりね、一人って気持ちいいね。でもね、今日管理棟に行った時にね、一応山なんでね、クマが出てるらしいんですよね。なのでちょっと気をつけてくださいって言われたんですけども、何を気をつければいいんですかね。そろそろ後ろ閉めますかね。ただいまの時刻8時36分、気温 19.9 度ですね。そろそろ締めましょうか。今日の上がりはね、そうめんですね。
無性にね、今日はそうめんが食べたかったんですよね。つゆ作っときましょうね。薬味に刻みネギですね。おげい、キャンプ場ならね、炊事灯があるんでそうめんできるんですよ。水で流せますからね。流水麺のねそうめんもあるんですけども、やっぱりね、茹で上げてね水で締めたそうめんのがうまいっすね。今日はね、ついでにゆで卵も作ります。それではそうめん投入ですね。1分半から2分なんで、このまま炊事灯に向かいます。間に合うかな。今夜の締めのそうめんとゆで卵作戦、大成功です。いただきます。なぜか今日はそうめん食べたかったんだよな。食べたいもん食べれるって幸せだよね。うん。ゆで卵ね。お、大成功。うまっ。あー、うまかった。夜景がキラキラしてきたな。最高じゃん。ただいまの時刻9時35分。気温が 19.6度ですね。すごく過ごしやすいですね。今日は河原は暑いんだろうな。山に来てよかった。今日はね、寝る前にね、ちょっとね、明日の仕込みをね、しようと思ってるんですよね。明日のね、朝ごはん何を作るかっていうのはね、ちょっとシークレットなんですけども、まずね、エリンギ切っていきます。そしたらね、ここにね、安丸のね、赤ね、和風万能だし、今夜はね、風もなく、寒くもなく、暑くもなくね、天気もすごく安定したいい夜ですね。
最高のキャンプ日和だと思います。このままね、一晩寝かせます。朝ごはん何を作るか、こうご期待ですね。今夜はね、せっかくのカンソロですからね、もう少し焚き火を眺めながらまったりしたいと思います。ゴルスさんに戻ってね。あー冷えてる。じゃじゃーん、焦がしニンニク&ネギ油風味、もうこれ食べました。うまいですよ。これね、ビールにもワインにも合いますよ。あ、それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻5時20分、気温 20.2 度ですね。昨日の夜はだいぶ鹿が鳴いてましたね。テントの周りゴソゴソしてるのは多分昨日のチャトラだと思うんですけど、天気はどうかな。ちょっと早起きするか。今ね、幕内にね、大きなアブが入ってきたんでね、退治してきました。これ結構効きますね、クマキラー A。 退治してきたってね、別に鬼じゃねえんだからね。そんなに勝ち誇ることでもないですよね。それではコーヒー行きましょう。今日もバリスタですね。なんかね、文化焚き付けのね、調子がね、あんまり良くないんですよね。気圧が低いせいなのかな。このね、山の駅高原キャンプ場はね、標高1000メートルぐらいあるみたいですね。カンソロの朝は最高ですね。それでは朝ごはん行きましょうか。昨日の夜ね、仕込んでおいたね、キノコのスープね。そしたらね、ここにね、味噌ね、味噌を入れていきます。
何を作ってると思います？味噌汁だと思います？ここにですね、牛乳を入れてきます。ここにね、バターですね、たっぷり入れましょう。で、粗挽きガーリック、これもたっぷり入れましょうね。で、塩コショウで味を整えますと。ここで問題発生です。パスタ忘れました。今日はバターとたっぷりキノコのミルキー味噌スープパスタっていうのを作りたかったんですよね。そのパスタを忘れました。やべえす。代替えでそうめんですね。よかった、そうめんあって完成しました。バターとたっぷりキノコのミルキー味噌スープそうめんですね。味の方はどうかな。いただきます。お、麺の辛さもちょうど良さげだな。いってみますね。スープはいいな。うん、麺がね、もうちょっと硬くてもよかったかな。まあ限界だわな。ごちそうさまでした。昨日の夜の締めがね、そうめんでね、今日の朝ごはんもね、そうめんになるっていうことはね、想定外でしたね。でもね、うまかったんでね、結果オーライです。でも、しばらくそうめんはいいかな。このね、ミルキー味噌スープ、今度一度やってみてくださいよ。マジでうまいですから。具材はね、エリンギとかしめじとかね、キノコ類が合うと思います。バター忘れないでくださいよ。ここでね、ずっと景色見ていたいんだけどね、熱くならないうちに撤収の準備に入ります。ただいまの時刻8時13分、気温 28.8 度ですね。撤収完了です。標高1000メートルの山の駅、高原キャンプ場、夜景サイト、楽しかったですね。しかもカンソロでした。山の中にポツンと一人感十分味わえましたね。昨日の夜はね、チャトラもね、遊びに来てくれましたしね。そういえばチャトラどこ行ったろう。山の中で一人で暮らしてるのかな。また次回来た時まで元気で暮らしてるといいな。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。夜と朝そうめん食べるとしばらくそうめん見たくなくなるぞ。忘れ物には気をつけた方がいいぞ。間違いないです。